中期のインサイトでございます。白でございます。なかなかないですね。珍しいです。クリアのインカになっております。スタッドレスタイヤついてます。この時期最適ではないでしょうか。165-6514の11年のタイヤでございます。11年36周ですね。まあ実際2012年に出たものかもしれないですけども、ライトの方もそんなにひどくないと思います。ボディの状態ツヤもあり綺麗でございます。このような感じですね。白でフィルムが今貼っておりまして、スモーク若干暗めになっております。距離は207,000km、リッター30キロ障害超えてるぐらいで調子いいです。 ETC にオーディオは純正のがあります。車検が長いんです。28年3月、自社でレーン通してやっておりました。シートのシミとかですね、この薄汚れ両サイドございますが、いろいろ部品も残ってます。ちょっと見てみましょうか。このポケットもおしゃれについております。キーレスもついてますし、スペアキーも2つあります。スモークもご自身で貼られたんですから、とてもいい状態でございます。そして、2台目のロゴかなと思われますが、これについております。塗装のハゲがちょっとこの辺ですね。というか逆にちょっと仕上げてる途中だったんでしょうかね。あのタッチペンで塗れば目立たないかなっていうレベルのところでございます。ちゃんと開きますね。オーナーさん予備の部品ですね、交換されたんでしょうかね。ウォッシャーのタンクとヤクリナとかよくひびが入ったりするんですけど、予備でしょうか。そして、まあ、コース関係とエンジンマウント、ミッションマウント関係も交換されてますね。フラグも交換されており、コンディションは非常に良いと思います。あと細かい部品が純正デッキですね。純正のこれら純ナビデッキですけど、つくんでしょうかね。パッドも交換されてます。ワイドスペーサーですね。綺麗な状態です。新品からあまり使ってないような、それほど使ってないんじゃないでしょうかね。スペーサーの方もこちらあります。柵の4ケツと記載載ってますね。純ナビは確かこの後ろに CD ナビのコントローラーがないとつかないんじゃなかったでしたっけね。ないんでつくかどうかちょっと分かりませんけど、ナビ以外が使えるのかもしれないですね、普通にデッキとしてという感じでございます。外装はかなりいい状態、リアスポイラーの方のハゲも少ないんですけども、アンテナもちょっとショートのものですかね、変わっております。よく見るとここにクリオ横浜と、もともとは横浜だったみたいですけど、ちっちゃい傷、ちっちゃいエクボここにあります。そうですね。あと下のステップのすり、もうこの辺はですね、黒いカッティングシートで一直線に貼るのがおしゃれで気づかれなんて素敵なんではないでしょうか。ございます。よく見れば小さい飛び石とかですね、とかありますけども、まあ、エンジンルームこんな感じで綺麗な状態です。ブレも少ないんでしょうかね。まあ多少のブレはもちろんありますけども、このようにですね、オイルの大きな漏れ、まあこの辺オイルにじみ漏れありますね。ヘッドガスケットのところからの漏れという、エンジンの圧縮とかに問題は出てないんですけども、必ず垂れてる車、長く乗れば垂れてくる場所ですね。結構下に垂れてますが、汚れは拭き取れると思います。やると思えば結構な工賃かかっちゃいますので、とりあえず現状で乗ってもいい状態ではないでしょうか。あ、締め方がですね、軽くてですね、この辺何十センチ上から離すときちんと締まるという、あれちょっと締まり悪いですね。ということはここのレバーが、よくあるのがレバーがちゃんと戻ってない、よくワイヤーが硬くなりやすいのがありまして、それで戻りが悪いのかもしれません。こちらのストップは大丈夫ですね。ちょっと擦り傷この辺にありますけども、全体的には塗装のツヤもよく綺麗な状態と言っていいと思います。あれ締まりました。もうちょっと上からやった方が良かったですよね。若干個体差は出ております。このような感じでございまして、
距離は行ってますが車検も長くですね、あとハイブリッドバッテリーの状態がですね、こちらの車両秀逸でございます。反応が素晴らしくいいです。そしてこちら S2000 のステアリングの方もついております。これだけでも結構なお値段しておりますから、ということでですね、まあ本当に申し訳ないですけど、他の在庫、どの在庫よりもこのアイメバッテリー非常に反応がいいです。足上げればフルまでチャージしてくれるところとかですね、あります。ステップもついてます。他車種流用のステップでしょうか、ロードスターのでしょうか、分かりませんけども、ペダルもこのようになっておりますということでございまして、なかなかない1台、いかがでしょうか。白でございます。中級でした。